民族学者戸川安祥さんは1958昭和33年発行の「庄内民族に「2月の子ども行事」と題する一文を寄せた節分でまくのは豆でなくともよいとし当地の羽黒さんでは明治維新前まで白米をまいていたと紹介している。穀物は、 神からら与えられた貴重な食べ物でありそれをまくことで悪魔が退散すると昔の人は考えていたという青森県と秋田県には家の周囲にいり豆や穀物の粉などをまいて歩き豊作を祈る小正月行事豆ぬか巻きが残る羽黒さんの習わしとの共通性も感じられよう戸川さんは 厄年の人が祝いと称して厄落としのために人々を招きにぎやかな一日を過ごす風習にも触れている昔は節分を年越しに相当する日と捉え厄年を迎える人々は役に負けないようまじないをしていた何より大勢に集まってもらうのが大事だったらしい 今日,3日は節分。新型コロナの脅威は県内の学校や保育施設にも押し寄せ休校休園が相次ぐ子どもたちが心待ちにしていた豆まきを取りやめた縁もあるだろうせめて家庭では薬病神を退散させるべく鬼は外の掛け声を響かせたい。 大勢で集える日も近いと信じて。